高尾山は大阪府柏市にある山。伊駒山地の最南端付近にあり、標高は低いながらも岩峰がそびえている。山東山角点がある、頂上付近は岩盤が露出しているが、木々が多い茂っており、陶器以外は、麓から確認するのは困難である。岩場には、拓飛小拓美神社奥舎の祠が祀られている。また、 この一帯ではトライ系文化を示す遺構や出土品が多数見つかっている。頂上付近には高尾山山頂遺跡と呼ばれる高地性集落の跡がある。弥生時代後期から古墳時代初期のものとされ、比較的豊かな集落であり、防衛上の都合でできたものと考えられている。大正14年に弥生時代のものとされる多比も細文教が、 山頂南のブドウ畑の開墾中に見つかっている。朝鮮半島の青銅器時代に盛んに製作された鏡で、日本では8面しか発見されていない貴重なものとされ、現在は東京国立博物館に保管されている。山徳周辺に存在する大剣遺跡は古墳時代から奈良時代の頃の遺跡で、都来系の単野技術集団の集落遺跡であった。 ことを示す意向や、多数の鑑識時、鉄祭などが出土されている。高尾山創造の森、三原市広場より、高尾山町方向を撮影後、小山創造の森は、地元住民と大阪府、柏原市が協力して整備した公園であり、大阪府民が参加しながら、森づくりを行うため、別名、府民参加の森とも呼ばれる。平成10年に整備が完了した。 拓飛小ク美名神社のある山麓から山頂付近にかけて約27万平方メートルの一帯が整備され遊歩道や展望台が設けられている。また直径35メートルの柏市の支障モニュメントも設置されている。森全域は憩いの森、冒険の森、郷土の森、野鳥の森、触れ合いの森の5つのエリアに分かれ遊歩道にもくつろぎの道、 希望の道、古にしの道などの愛称が付けられ、それぞれの道の分岐点には案内板が設置されており、道に迷わないように配慮されている。この森は大阪緑の百選に選定されている。ありがとうございます。